さの付け方、これタチウオの天野40号で、このへこみに顎のしまって、そこからまっすぐこう順番に刺していく。で、頭、うん、頭まずこれで固定やからエサの、はい、これでエサのしてもらって、胴体1回、2回、1回、2回で、折り返しで2回、2回、2回で、また頭グリグリ、頭グリグリで、こっち絶対このワイヤーは上ね、上これ下手くさいこんな感じ。へえ。で、今回使うのがこのシマノの早仕掛けかなんかやつ、これはすごい簡単で、あ、そうやん、そう、まあ、初心者でも初心者おすすめイエイ。この、うん、フィンにこの顎を刺してもらって刺します。まあ、あとは一緒、ちょっとこう順番にこの腕を刺して、で、これで終了、終了。すごい、これすごい簡単、超簡単。でスナップにスライドと、これ150g あるから空中にあるとブラブラして危ないから、はい、伸ばしてここまで伸びといたらいい、こういう感じで、はい、で使うときに出せばいいから、はい、っていう感じで、はい、大丈夫ですか。大丈夫です。じゃあ今日は初立ち寄ということで、はい、頑張っていきましょう。お願いします。効果はね、あんま良くないんでとりあえず1本取りましょう。はい、はい、じゃあ頑張ります。おおすごい波が、うわうわアトラクションみたい。今日は波が高いからちょっとしんどいかもしれない。なって購入してくださいって言ったら釣り返して、でプーってなって上げてくださいって言われたら釣り終わりで移動するから、それを目安にっていう感じで。そう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 、荒れてますね今日は ね、 ね、初挑戦、激荒れで。もしかして祭ってる？祭ってる。ああ、めっちゃ引っ張られてる。祭ってる多分。おお、すごい。70。ない気がするな。あ、
食べられている、ほんまや。あ、でも分かった、ああなるんですね。うん、分かった。お腹だけ、だからここかじってるから、うん、あれで合わせたらこれが刺さってた。へー、いいじゃん。よかった。最後の最後にやったな。